戦艦、海越え山越え、あなたも私も澄んだ声、喉に好き。坂本冬美でした。この夏にもです。今夜6時30分からの課金、ゲストは16年ぶりに復活したプリンセスプリンセス、メンバー5人全員が登場。課金は今夜6時30分。北朝鮮ミサイル予告期間初日の今日は発射せず、俳優の小沢昭一さんが亡くなりました。83歳。大谷翔平の日本ハム入り表明を受け、栗山監督が花巻東高校を訪問し謝罪しました。全キャッチのスペシャルに突入であります。全キャッチは今週1週間、